はい、こんにちは、豆と申します。6人の料理人と石岩の少女、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。あおそうでした。なんかね、人形みたいなのに追いかけられて、そうでね、なんだっけ、これ前回、あ、待って、こたつ切ってない、音がする、カットしますはい、失礼いたしました。あのですね、こたつ入れてたら結構ブーンって音が入るんですよね。失礼しました。ということで、戸塚大砲、これですね、前回編集の時に気づいたんですけど、前回だったかな、あれですね、バツ肉料理の料理人でしたね。あのグランプリ勝者みたいな感じで書いてた、これですね。こいつ、あれ、そうだよね、ほら、バツバツハテナハテナハテナ料理、北東3階の図書室で見つけた資料によると、前回の晩餐会の優勝者に選ばれた男で、さっきもてあそばれた、ここにいたもてあそばれた男も戸塚大砲って言ってましたよね。確実にあいつじゃないか。頸動脈が切られてる。あれ、人形が追いかけてきたと思ったんだけど、え、操られてたの？音がいちいち怖いんだけど。ここはいけないのか。でもこいつらをやっつけたことによって、待って、ちょっとあの、暗いです。松明を右手に装備、よし、ちょっとこれでね、明るくなりましたね。あ、これ、なんだろう、ベッドじゃない、これ、タバコ。タバコ、でも何に使うんだろうね。小麦粉、ん？粉塵爆発。小麦粉などの、可燃性の粉塵が大気中に浮遊した状態で、火花等により引火して爆発を起こす現象。状況によっては建物を吹き飛ばす威力が、建物を吹き飛ばすほどの威力が出る場合もある。これ使いそうですよね。何かが発掘。そしてなんで、屋敷にこんな地下があるんでしょうね。牢獄的な何かなのかな。でも柵、こっちは、これ、小麦粉をさ、左手に持って、タバコ、地下室の囚人部屋に、あ、やっぱ囚人部屋なんだ。落ちてたタバコ。謎の男に、もらっていいと言われたが、どうやって使えばいいのだろうか。どっかで小麦粉を入手しないとなのかな。セーブしましょう。何も変化は起きてないが。これ何なのかずっと気になるんだけど、ただの明かりでいいのかな。こっち行けるんだっけ。なんだ、ゴキブリ。びっくりさせないで、今本当に心臓が口から出そうになった、びっくりしすぎて。なんだっけこれ、ん、お父さんの、あー、これ見たね。行きますか。ゴキブリに誘われてるけど進むしかありません。え、わかんない、何も見えない。でもなんか穴みたいなのない、ここ。黒くてぬらぬら光っている虫が何かに群がっている。これは完全にゴキブリですよね。これさ、ゴキブリをさ、アイテム、ゴキブリをこれで追い払えないかな。間違えた左手にタバコを持って、あ、待ってよ、もう私さっきから操作間違える。左手に装備、え、いいよね、これで。どうだ、ゴキブリに向かって。ダメか、できませんね。でもここ何もないはずないような気はするんだけどな。この白いの何なんだろうね。いや、今は何もできないっぽいですね。出るか、とりあえず。なんだっけ、前回だったかな、
番号順に火をつけて、あ、これさ、蜘蛛の巣。松明は置いていこう。ああ、なるほどね。そういうことですね。入ってきた場所でした。開かない。これ気になるよね。なんかさ、番号書いてるよね。1、2、3、4。でもさ、なんだっけ、こっち側でさ、数字がさ、逆にな、あれ?数字逆になってんだよね。逆に見ろってことなのかな。これをなのでくるんってしたら、1、2、え、待って、もう私頭で待って、1、2、3、4かな。ちょっとやってみますね。思った通りに。アイテムまず、松明を右手に装備して、今ので合ってるとしたら、あ、なんか、あれ?あ、ここではセーブできないんだ。え、待って、動けなくなった。ちょっと待って、変なの開いた?あ、動け、ごめんなさい。なんか変なボタン押したっぽい。セーブ、え、待って。キーが動かなくなったんだけど、失礼。失礼しました。なんか、いつの間にか、触ってないけど、全角半角のボタンが押された風になってましたね。ということで、あれを、くるんって逆にしたらですね、多分、1、2、3、4って風になるんですよ。やってみますか。1、あ、でも爆発しないってことはやっぱりそう ?3、ぽいぽいぽい、どうだ、あ、やったー、何か落ちたな、なんだろう、お、ゴキブリはタバコの煙が苦手だという、ゴキブリゲ、ゴキブリの残滅のために部屋にタバコの煙を充満させた主婦が喘息を患ったという笑い話がある。なるほど、これを使えっていうことですね。まずセーブして、でも私の目論みは間違ってなかったようですね。ゴキブリにやっぱり煙は有効なんだっていうことは、なんかゴキブリを吸うって急いだった。タバコを吸う、なんか家にはゴキブリが出ないとかあるんですかね。はい、どうだ、あれ、タバコに火をつけるってどうやったらいいんだろう。装備で使えるタバコ、タバコに火をね、つけてほしいんだけど、どう、あ、木のチップが敷き詰められていて煙が出ている。うんうんうん、はい、タバコを放り投げた。一旦部屋から出よう。はい、セーブしまーす。はい、入りまーす。おお、え、待って、へえ、だんだん大砲にあられたのか、アラマダさん。そんな、アラマダさん、え、これやっぱさ、好感度が高くないと死んじゃうとかあるのですか。肌はガサガサになり、本には蒸しにくい破られたような穴が開いている。嘘でしょ、加藤に次は荒間田さん、一旦戻る、一旦戻りましょうか。待って、でも荒間田の近くに何か落ちてたりしないかな。何もなさげですね。嘘、なんでこれ助けられるエンドあるんですか。なんか嫌だよ、こんなみんな死んだまま終わるなんて。あ、どうしようどうしよう、戻るか、とりあえず松明置いていこう。ハラマダがやられたんです、乱丸。あ、そういえば他のみんなはどこに行くって言ってたっけ。
どこに行くって言ってたっけ？探し回りまーす、とりあえず。これ不気味なんだよな。いつかさ、あ、いるじゃん。あの化け物は、どっから食堂出たんだ？あ、わかんねえ。だがあいつらどこに行きやがった？西戸はどうだった？大前さんが、ああ、喜びそうなもの持ってる持ってる。お祭りハッピー。なんだこれ、くれんのか？こんな時にね。いいでしょう、和むでしょ。ありがとうよ。大前は喜んでくれたようだ。あの、さっき言ってた先輩っていうのはどんな方なんですか？あ、おう、そうだな、田村さんつってな、卒業してすぐに地元のハンバーグステーキの店で修行始めたんだわ。で、俺はすぐに食いに行ったんだよ。その店には家族連れなんかもたくさんいてよ、なんか涙出ちまったんだ。俺は何してんだろうって思って。それから俺は毎日のようにその店に通うようになったんだわ。そしたらその店の親父がうちで修行してみないかって言ってくれたよ。今まで人を困らすことしかできなかった俺があんな光景を作れたら、そりゃ素晴らしいことじゃねえか。なんだよこの野郎。顔は怖いけど、大前さんもやっぱり料理人だなって。恥ずかしがってる、かわいい。いて、小手で殴ったの？タンコブできちゃう。大前と少しなく、これさ、お、お祭り男。これさ、これさ、大前、マックスハートなんだね。やったぜ。だんだんあと1個足りなかったのか。乱丸なんてね、1個も渡せないまま、死んじまったぜ。好感度が関係ある気がしてきた、ものすごく。はい、一応セーブして。あー、獅子肉持ったまんまだよねえ。そうなんだよ、あいつらほんとどこに行ったの？とりあえずじゃあ他の女の子たちを探すか。あれ、いや、あのね、フロアぐるーって見回って誰もいなかったんですよ。なので部屋を一個ずつ調べていこうと思って、入ったらなんか光ってるよね。うち、これ、あ、低、小型低速ジューサーを手に入れた。これはマナカちゃんに渡したい、早く。あ、なんかハートがついてんだけど。あ、一人分のハートをゲットしたよっていう意味ですね。なるほど、もう大五郎は落ちましたね、完全に。これでそういうフラグ、お友達フラグが立ったのかしら。はい、あ、違う違う違う、一個ずつ見て回ろうと思ってたんだよ。うー、でも怖いな、見て回るの。うえー、音が。本当に押し上がった。え、ダメだった？え、なんだこの人たち。待って、これやばい。まだでも追ってくるね。ちょっと待って、どこまで行ったらいい、どこまで行ったらいいんですか。え、まだ追ってくるの？え、待って待って、追ってくる。え、あ、やっと追ってこなくなった。え、なんだったの？ちょっとセーブします。怖かったよ。何なんだろうあの人たち。あの、もう舌が回ってない。一応松明を手に持って、ほい、セーブもして、間違えた、42回もしてんだけど、やばすぎて。んー、どうしよう、こっち行ったらまた追いかけられるかな。ちょっと違う場所を歩いていきますね。だよでー。
こんにちは、豆と申します。6輪の料理人と石岩の少女、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回なんか変な人たちに追いかけられて死んじゃったので、あそこは当分入らない方がいいのかな。なんか駆除まあ人間なのに駆除っていうのはあれなんだけど、駆除方法を見つけてから行った方がいい感じですよね。あ、待って、行けるようになってんだけど。嘘、待って、これさ、地面張ってるの蝶とか言わないよね。あ、よかった、生きてたびっくりした。このなんかさ、床の模様さ、蝶に見えない？あの内臓の蝶にでもびっくりした、やられたのかと思った。ええ一色さん、待て、一色さん、嘘死んじゃったんだけどこれさ、一番ダメなエンドに向かってる気がするよね一番ダメなエンドに向かってる気がするよ、すごく。ここでセーブしとこ、よし。いやー、一番いいエンドを見るまでは終われませんからね。崖、これでもこっち側に行ったらあの爆発に巻き込まれちゃうから、助けに行かなきゃ。あ、なるほど、松明を装備外す、これでいいのか。あ、来た、そういうことか。ここは小麦粉がめっちゃ待ってるんですね。なるほど。もう火つけても大丈夫かな。本当に?セーブしてからにしよう。よいしょ。装備。よし。なんか落ちてる。今年の晩餐会は、だった。飛び入りのが料人だったことには驚いたけれども、やっと雪が食べられるものが見つかった。そういう意味で晩餐会をずっと開いてたのか、ゆきちゃんのために ?1 年前。ん？あなた。その後はどうですか？あいつじゃん。ん？今日は晩餐会ですが、ゆきちゃんの口に合うもの、作れそうなやつ。やつはいましたか？木崎さん、今日は私も参加させてくださいよ。こう見えても料理は得意なんですよ。信用ならんやっちゃん、あいつは。はあ、なんかだんだん見えてきましたね。あいつがいる、ゆきちゃんじゃ。一色さんはどこだろう。うってばたかが。なるほど、人間の腕くらいの太さの肉が血まみれで開いている。ゆきちゃんに見つからないように探せってことですね。髪の毛、私のかな。一色さんじゃない。ここ行けるかな。あ、なんか言うな。ちょっと待ってね。これね、なんかね、水みたいなのなんですよ。一色さんじゃない。こっちは違う。よいしょ。あー、怖い。あー、怖い。うわ、怖いよ。走れない。どうしよう。待って、動けないよ。ちょっと待って、あのバグったっぽいあ、待って、バグってなかった。なんで。ちょっと待って。あ、一定時間これがなくなったら動けなくなっちゃうってことかな。ダメー。待って、
でも探さないといけないよね、多分。今度はこっちに行こう。待ってー、やばい、動けない、やばいこりゃ難しいでござるね。はい、ちょっと待ってね。あっちに何とかして行きたいんだよな。先に、あ、これ見たので飛ばしますね。はい、先にこっちに行ってみるか。なんかいい方法が、あ、戻ってきた。なるほど、繋がってるんだ。じゃあやっぱこっちに行かないとダメですね。で、あの子が、あっちにいる間に、ここ、よし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 。で、待って、来ないで、来ないで、来ないで。来ないで、来ないで。ちょっと、怖いよー。ここは見つからないんですね。はーい。ちょっとね、今動けないんですよね。パワー充電中みたいな。あの真ん中の袋調べるか。どうだ。違う。動けない。お前って、やめて。動けない。向こう側怪しいよね。とりあえず、うっとっと。戻ってくるな。先に行け。そう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 。お願い。こっちからじゃ40分とかかか、あーやばい、気づかれちゃう、動けない、さようなら。よし、でも分かりましたね。あそこに多分いるんですね。よじ登れないって言ってたから、とりあえずまずはあの子についていく。はい、いいぞーいいぞー、もっと先に行けー。戻ってくるれよー。そう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 、いい子いい子。オッケー、今だ、こっち。うわー、ピー、え、そんな、とにかく見つからてなきゃ。え、嘘でしょ、嘘だと言ってよ。この反応は一色さん、マナカー、そんな、ユキちゃんだよね、やっぱ君が。あ、来てる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 よー、逃げるよー、明るい場所まで逃げよう。え、逃げきれない、ちょ、え、嘘、どこに、わー、どこにいたらいいの？え？ゆきちゃんの嫌いなものとは何かしら？待って、待って、どこにいたらいいんだ？こっちは？ちょっと待って、詰める！はい、始まりました、恐怖の鬼ごっこ。あ、でも今、あれ、待って、ちょっと、逃げ切れた。逃げ切れた。いいんだ。もう、どうしたらいいんだろう。向こうに行きたいんだけど、あいつがいるから、こう言って、おいでー！こう、こう、戻らなくてよかった、バカ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 。こう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 、あ、詰まってる。でもさー、オーケー、あ、なでしこちゃん、佐々木くん、
かった中山さん。中山さん、何があったんですか？ごめんなさい。え？あ、何があったか教えてくれるの？俺は戸塚大砲前回の晩餐会で選ばれたもんだ。お前はなんで晩餐会に来たんだ？私は家族のために家のお店を有名にして。ほう、なるほどな。じゃあよ、いいこと教えてやるよ。この晩餐会はよ、木崎の娘の口に合う料理を作ったやつが勝てるんだよ。が、その肝心な娘さんはひどい偏食症でよ、噛んだ。娘さんが唯一食べられるものは人肉だ。俺は去年人肉料理を木崎のガキに食わしてやった。特に料理人の肉はうめえらしいからよ。今日来てる他の料理人なんかを使えば確実に勝てるぜ。俺はこの一年随分といい待遇を受けてきたからよ。金に困ってんなら詳しいこと教えてやるからついてこい。やっぱりですか。中山さん、わかりました。とにかくここから出ましょう。ついてこないの？ごめんなさい、ごめんなさい。佐々木くん、はい。東棟1階、おもちゃ部屋、あそこにリンゴの形をした大きなドールハウス。うんうんうん。あるある。料理人ができたらそこに持っていくように、あ、料理ができたらそこに持っていくように言われました。もしかしたらそこに。中山さん、ありがとう。あとは任せてください。チャプター5。最後の晩餐、最後まで来ましたね。でもほとんど死んじゃってるよ。これは正規ルートなのでしょうか。あー、ちょっとエンド何個あるか後でもう一回確認しておきます。冷蔵庫の温度をコントロールするパネルだ。氷の水臭い匂いがすると。氷ついている。こんな寒いところにいて大丈夫？ここいちゃうよ。はい、とりあえずじゃあできた料理、カレー。あ、お前いたのね。逃げる。はい、さよなら。じゃあ一回まず戻ってで、待って、待ち受けてたんだけど。びっくりした。いないと思うじゃん。はい、戻ります、戻ります。やめてー。嘘、なんてことだ。こう、あ、違う、嘘でしょ。まずここを通ることすら困難です。あ、行けた。ちょっと待ったらいいんですね。なるほど。それでここはいないですね。ここもいない。よし、安全ルートを確保しながら。よし、いない。はい。安心する。蘭丸こんなんだけど。やっぱ明るいと暗いじゃ全然なんか心の安心感が違いますね。よし、じゃあ僕のカレーを、私のカレーを食えって感じで。おい、持っていけない？持ってはいけないんだ。じゃあとりあえずじゃあリンゴのところに行けばいいのか。なるほど。はあ、あいつめ戸塚大砲め、逮捕してやるわ。本当にこの野郎、こんな怖い目に合わせやがって。お、大五郎、本当だよ、間違えた。どうなってやがるんだよこの屋敷は。ここですね。セーブしましょう。よし、はあ、こんなんだったっけ、こんなんだったかな。ここだな。はい。え、こんなに広い。あ、の娘。あれ、なんか左側人いない？いるよね。木崎夫人、佐々木孫一、木崎さん、
これは一体何なんですか。ユキのため。な、待て、逃げれた。キサキさん、あ、ユキちゃんがお母さん食べちゃった。ったく、どいつもこいつも人の遊び場を散々荒らして死にやがって。まあそろそろ実行に移してもいいか。何を企んでるの。国に帰るかね。あいつは何を考えてるの。バッドエンド。はい、いやー、やっぱり死にまくりましたもんね。人肉料理。あ、ゆきちゃんが。おい、大五郎って呼ぶんじゃねえ。最悪の結果で晩餐会を終えた証。もっと他の料理人を気にかけてみようっていうことだから、やっぱり、好感度によって、あれですね。あ、ノーセーブノーコンティニュークリア。私多分これ無理だよ。まあでも晩餐会を迅速に終了した証。はあ、こう記録をこまめにした。これあれ、私結構セーブしたと思うんだけどな。まあ、とりあえず、あー、とりあえずじゃあ次回からは他のエンドを目指してやっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。